橋先生、細上弥之助先生、私たち赤組が白組をボコボコにすることを誓います。しゃあ、うんだのてめこなんだ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 。先生、スポーツマンシップにのっとり赤組をボコボコにすることを誓います。だからピントはやめろ。黙れ。なんで私なのよ。え、ママほら、あんたたちちょっと口悪いよ。穏やかに行きましょう。ラブ&ピース、ラブ&ピース。お宅の嫁の純子さん優しいね。お宅の嫁の大子さんはナイスバディですね。それでは一種目へ、借り物競争。前にある4枚の紙にはそれぞれゴールに必要なものが書いてある。それを持って初めにゴールした組の勝利だ。位置についてよーい。一番大切なもの、スイッチ。いや、スイッチは家にある。そうだ、お母さんにしよう。お母さん。なに、ヤネちゃん。借り物競争のお題なんだけど。私がヤネちゃんの一番大切なもの。あんた立派に育ったわね。うん、一緒に行こう。キイコさん、僕と一緒についてきてください。何よあんた、白組は敵だし、私はヤネちゃんの方に。僕のお題。てめえ邪魔しようたって、俺の親がそんな手に引っかかるわけ。わ、私が世界一の美女ですって。引っかかるわけあった。秋闘技ってなんだよ。引っ張りの子だわ。ついてきてくれ。ケータ何してるの。ママ。お題見せなさいよ。さすがうちの息子、こんなブサイクが世界一の美女なんてユーモアのセンスがあるわ。誰がブサイクですか。ゴール、一着は白組のマッチ。そんなもんだ。春のお題は100万円。100万円そんな大金用意できねえよ。あのジジイどもいいカモになりそうだぜ。おじさんたちずっと立ち見だときついでしょ。この椅子買わない。こんなのいらないよ、俺たちはまだ若いんだ。ああそう、弟出番だ。艦長デストロイヤー、おりゃあ。さあ、オークション開始。1万から2万3万さあ、盛り上がってまいりました。この椅子座り心地も最高ですよ。5万、10万、100万、101万。おめでとうございます。101万で落札です。ちょろいぜ。一種目へ、借り物競争は白組の勝利。うわうわうわ、いや、そっちのサンマじゃないし。二種目目は玉入れだ。動き回る玉の中に束ねて終了時に王冠の玉の入れの組が勝利だ。それでは、よーい。よし、行くぞ。これ当たったら結構痛いらしいぜ。てめえよくも。あとはお前ら任せたからな。弟、俺らのコンビプレー見せてやろうぜ。そうだね、お兄ちゃん。弟。うお、兄ちゃん。
前らあんな調子に乗んなよ。おおおおおお、これはまずい、逃げるぞ。無駄な時間を食っちまった。くっそ、どこにいるんだ。終了。それでは結果発表に移ります。結果なんて聞かなくて分かってるぜ、早く開けろ。それではこちらです。なんで油断したな。こんなところに、そうだ、この赤い絵の具を使えば。あれ、白組だけに顔面蒼白ってか。ヤネスケ、お前天才だよ。ゲーム、ご覧の通り、数えるまでもなく赤組の勝利です。それではお昼休憩の時間です。お昼はグラウンドに一番近い日陰の場所が最適だわ。あった、よいしょ。あ？あら、この場所は私が1年前から予約してたのよ。あなた、ここ私10年前から予約してた。これちょっと、あなたたち旦那だよ。何よ、ちょっとどうせ。お前の嫁がめついな。お前の嫁もな。昨日校長の話長すぎて疲れたし、授業めんどくさいな。眠い。みんな、授業をサボるいい方法を考えたぞ。それじゃあ今日も授業始まるぞ。火災が発生しました。皆さん、至急避難してください。火事だ、お前ら付けの下に避けろ。まんまと引っかかってやがる。発生しました。皆さん、至急避難してください。火災が発生しました。皆さん、至急避難。お前ら交代で避難するぞ。逃げろ。なんで？みんな落ち着け。先生の言ってたお菓子を思い出すんだ。おなら。カンナムスタイル。おっ、カンナムスタイル。まったくどうなってんだよ。あ、校長、足を怪我してしまって、助けてくれ。校長、今すぐ助け。待てよ。ここで校長を見捨てれば、俺が校長の座に。さらに金庫のお金も。校長、金庫の番号を教えてください。お金を避難させます。18782だ。ありがとうございます。では、早く、何をしてる、助けなさい。金も名誉も全部俺のものだ。消火器だ、これを使えば。おりゃあ、なんだ、壊れてるじゃんか。くそ。おい、開かないぞ。どうなってんだ。あのジニース付き合ってるか。もうおしまいだ。Bye.
たは一体誰なんですか？校長先生！君たちは災害に対する意識が低すぎる。だから私がわざと火事を起こしたんだ。ごめんなさい、反省してます。ちなみに今燃えてるのも訓練ですか？何言ってんだ、もう訓練は終わった。みんな消火活動だ、急げ。キーコ特製スペシャルそうめんよ。え、またそうめん？もっと味濃いもの食べたいよ。文句あんなら来るな。でんでんでーん、くらえ。ねんでんでーん、なによ。なんなのよ。水風船投げてもバレねえよな。あら、ヤネちゃん、水遊びがしたいのかしら。一緒に遊ぼうよ。ついてきなさい。百馬返しだ。次は子供よくぶりで遊んでろ。ふん、ちょっと待て、クソ野郎。うわぁ、これでとどめだ。ヤネちゃん、中華のセットでフカヒレはどう？あー、熱い、喉がカラカラだわ。うんしょ。パー、ガソリン前を待て、おいしい。あら、おいしそうなスイカじゃない。お母さん、それは俺が畑から拾ったスイカだよ。じゃあ、あんたのじゃないじゃない。それじゃあ線香花火で勝負だ。先に線香花火の火種が落ちた方が負けね。望むところよ。線香花火を長持ちさせるには3つの方法がある。1つ目、玉の根元をねじることで和紙の強度を増す。よーい、スタート。2つ目、火と花火が触れる部分を小さくする。火種が小さいほど落ちにくくなる。3つ目、斜め45度にして持つことによって真下に落下しようとする力が分散されて火種が落ちにくくなる。これで完璧だ、負けるはずがない。なんだ、あっ、熱いわね。そんな手がつかれやがって。あと少し耐えれば俺の勝ちだ。わあ、そんなのありかよ。そろそろ諦めた方がいいんじゃない？あんたの方こそ。あれ、この家ガラ空きじゃねえか。盗み放題だぜ。太陽は太陽、喉乾いたし水でも飲むか。なんだこれ、飲めたもんじゃねえぞ。あ、閉めた、俺の勝利だ。美味しそうなスイカ、ミッケ、いただきます。
あんた誰よ。大丈夫いいだろ。最高の夏だ。イーストリゲージ喧嘩じゃないの。ヤンキーの小学生は喧嘩じゃなくて遊びの三番勝負で決めるんだ。2回勝てばそのチームの勝ちだ。1番目の試合はイーストリゲームだ。よーいスタート。おい、俺に起こせ。すいません、兄貴、俺の方が先です。俺の先です。勝者、紫組。くそ、足元にも及ばないわね。2番目は、ケシピン・トマスだ。姉貴はケシピン界で負けなしの最強の小学生なんだ。これで様々な小学生を倒し、万事組のトップになったんだ。止まった？いや、まだだ。勝者、万事組。まあいいわ、これで一勝一敗。次の勝負で決着をつけましょう。最後の勝負はどっちも女子に負けるわけねえ。この勝負もらったぞ。あえて一人になったんだよ。あいつ怪力すぎるぞ。エン様は異次元の怪力、絶対に負けることはないわ。おい、最弱の俺たちしか残ってねえ。もう無理だ。お前らこの万事組を守るんだろ。男なら突っ張れ。来い。一人じゃダメでも三人で止めるんだ。俺が正面で壁になる。キイちゃんが足で踏ん張る。そしてパシリ太郎が全体のバランスを整えるんだ。いけもう諦めたのか。実はパシリ太郎がボコされた時俺は見てたんだ。お前は紫組のことが好きすぎるあまりにストーカーをしていて。かわいい。 GPS つけちゃいたい。 GPS をつけようとしていたところを。その電磁波を利用してボールに仕込んだ電磁波の装置を使い軌道を変えるんだ。勝者、万事組。新番長はやめつけだ。ありがとうな。お前らこれからもヤンキーとして暴れるぞ。みんな聞いてくれ、ヤネスケが帰ってくるぞ。え、ヤネスケ帰ってくるの。じゃあ私お風呂入ってくるね。はい。おい、みんなで女子風呂覗きに行こうぜ。いいね。お前らこの先に何の用が。ちょっと忘れ物をしちゃって。そっか、それなら先生が探しておこう。正面突破は不可能だ。そこでこれを見てくれ。2階の女子トイレの床は女子風呂とつながってる。つまりここを爆破するのが最短ルートってわけだ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達で本当に良かったと思ったよ。まだ目的は達成されてない。気を抜くな。ヤネスケ、前から3番目の個室はここだ。うわ、
先生のホース何してるんですか。お前は新生の術総理だよ。就寝の時間だ。夜更かしはしないで早く寝るんだぞ。はーい。さーて、始めますか。あ、Wi-Fi がないや。ペン型 Wi-Fi あるよ。ヤネスケ、俺は今日お前と友達でーす。さっきも聞いたよ。やろうぜ。あいつら何回様子がおかしかったな。もしかして。おっしゃ、死ぬ気味や。おい、いいぞ。おやまら、ちゃんと寝てるのか。寝てます。お、えらいな。おい、屋根助、なんで先生が来たの分かったの。廊下に仕込んだセンサーに反応したんだ。屋根助、ゲームやさん。いいから全員校長室行きなさい。なぜ言うことしてるよお前ら。いいかげんしろこら。なあ、先生の言うこと聞けこら。本当にあんたたちっていうのはね、どうしようもないクズなのよ。クズクズ。いい、あんたら。おいほら、なぜこんなところで寝てるんだ。なんでもないです。おいほら、今から5時間内救難所だそうだ。行くぞ行くぞ行くぞ。今日は新作ゲームの発売日、早く家に帰ってやりたいな。おいのび太、なんだこれは。面白そうなゲームじゃねえか。ボイボイボイ。それはダメだって。俺たち友達だよね。お前のものは俺のもの。ボイ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 。みんなのものは俺のものだな。ボイ。くそー。ドラえもん。なんだいのび太くん。スナイパーか斧、もしくは電動ノコギリをくれ。そんな物騒な。いいから。サイヤをぶっ飛ばせるような武器をよこせ。仕方ないな。空気砲。あの野郎、痛みつけてやるよ。ボイボイ。くたばれ。おら、おい。どれどれ。死んでる。おい、お前本当に死んだのか。ドラえもん、タイムフロシキをくれ。まずは何のために必要なのか教えてくれないと。早くタイムフロシキをよこせ。わかったよ。タイム風呂敷。頼む、生き返ってくれ。よしよし。僕のものはみんなのもの。そうだ、君のものはみんなのものだよ。おいガキ、てめえ何してくれんだ。
のび太、昔は悪かったな。俺の方こそ悪かったよ。俺たち友達だよな。ああ、友達さ。ボイ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 。さあ皆さん、まずは 1000m 自由形、よーい。授業は終わりです。明日も私が来るからね。おりゃ、おお、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行こうよ。それはいはいはい。うわほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、授業を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理、早く泳げ。はよし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く1000m泳げ。もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネ君の試合だ。もう本当に当てようよ。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。どうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ、この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あ、それではキイコ様対ヤネスケのスペシャルワンマッチを行います。よーい。必殺技、フィンザマジシャン。ヤネスケが打ちそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフライ。負けちゃう。こうなったら最終奥義。オナラザバーストストリーム。ヤネスケ、行け。やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて、何も言えねえ。あ、あちゃちゃ。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッテ。なにな、息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッテ。